厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はフィギュアスケートでよく使われる曲を20曲ご紹介します。今回は幅広い世代の多くの方の印象に残っていそうな曲を紹介したかったので、2000年以降世界大会で上位入賞した日本人選手や特別強化選手がよく選んでいる曲を中心に選曲しました。選んだ選手の数だけでなく、一人の選手が何度も選んでいる曲も入れています。またこのチャンネルでは著作権が切れているクラシック曲のみを選曲しています。例えば浅田真央選手の選んだ仮面舞踏会はすごく有名ですが、著作権上今回のラインナップからは外しています。ご紹介した中で特にあなたの印象に残っている曲があったらコメントで教えてくださいね。それでは早速いきましょう。1曲目は宇野昌磨選手が使用したことでも有名なこちらの曲です。この名作は和声とインベンションへの試み、協奏曲第4番冬です。宇野昌磨選手は2018年の平昌オリンピックのショートプログラムでこちらの曲を選曲し、見事銀メダルを獲得しました。宇野選手の他にも三浦佳生選手、川辺真奈選手、三原聡子選手、そして樋口新葉選手など多くの選手が選んでいます。この和声とインベンションへの試みは12曲で構成される協奏曲集です。1番から4番までは春、夏、秋、冬と名付けられており、4曲を合わせて四季とも呼ばれます。知名度の最も高いのは第1番春ですが、フィギュアスケートではこの第4番冬がよく使われます。この曲を作曲したのはバロック時代に活躍したイタリアの作曲家ヴィヴァルディです。ヴィヴァルディは側室多作の作曲家として知られていて、協奏曲だけでも600曲以上の作品を残しています。その中でも最高傑作として知られるのがこの四季と呼ばれる4つの協奏曲です。この冬は3つの楽章で構成されています。先ほどは第1楽章を聴いていただきましたが、第3楽章もお聴きいただきましょう。ちなみに宇野昌磨選手は2021-22シーズンでもヴィヴァルディの曲を選んでいて、こちらでも銀メダルを獲得しています。チェロ協奏曲破綻調という曲です。気になる方はぜひ調べてみてください。2曲目は同じバロック時代のこちらの曲です。こちらは宇野昌磨選手が今シーズン取り組んでいるプログラムです。これは G 線上のアリアという名前で知られるドイツの作曲家バッハの作品です。厳密に言うとバッハの曲は管弦楽組曲第3番第2曲エールという名前で18世紀前半に作られました。これを19世紀の後半になってバイオリニストのヴィルヘルミがバイオリン独奏用に編曲し、それが G 線上のアリアと呼ばれているのです。宇野昌磨選手の力強く伸びやかな演技で聴くこの曲は一層神々しく聞こえるように思います。山本草太選手や須栗文江選手も使用していた名作です。続いて3曲目はその須栗文江選手がソルトレークシティオリンピックで使用したこちらの曲です。
この曲はドイツの作曲家ベートーベンのピアノソナタ第14番月光です。スグリ選手の哀愁漂う演技がこの曲の物悲しさや張り詰めた雰囲気とすごくマッチしていました。今お聴きいただいた第1楽章とともに第3楽章も使用されています。そちらも聴いていただきましょう。高橋大輔選手や宇野昌磨選手、坂本花織選手もこの曲の第1楽章、第3楽章を使用しています。田村大和選手はこの曲を同じ作曲家ベートーベンのピアノソナタ第21番バルトシュタインと組み合わせてアレンジしていました。バルトシュタインも名作なので興味のある方は聞いてみてください。4曲目は浅田真央選手が世界選手権、四大陸選手権、全日本選手権、2つのグランプリシリーズ、そしてジャパンオープンの6つの大会で優勝を飾ったこの曲です。この曲はポーランド出身の作曲家ショパンの幻想即興曲です。浅田真央選手はこの曲を2007-8シーズンで使用し、たった一つの大会を除き全て優勝しています。唯一優勝を逃したのがグランプリファイナルという世界大会です。浅田選手はショートプログラムで痛恨の6位になってしまったのです。しかしその後のフリーでこの曲を完璧に演じた浅田選手は演技の終わりに涙を流し、結果も躍進の第2位でした。他にも中野ゆかり選手や荒川静香選手も選んだ名作です。この曲はショパンが24歳の頃に作曲されたと言われていますが、実は生前はショパンの意思によって出版されることはなかった曲でした。ショパンの亡き後に友人がショパンの意に反してこの名曲を世間に公表したのです。5曲目は同じくショパンが作った羽生結弦選手の代名詞にもなったこちらの名曲です。この曲はショパンのバラード第1番です。この曲を取り上げる選手はそれほど多くいないのですが、羽生結弦選手は2014-15、15-16、17-18、そして19-20と何度もこの曲を使用しています。金メダルを獲得したピョンチャンオリンピックのショートプログラムでもこの曲が使われました。この曲はショパンと同時代の作曲家シューマンがショパンの作品の中で最も愛した曲と言われています。そのことをシューマンがショパン本人に告げたところ、ショパンはしばらく黙って考え込み、私も一番好きな曲の一つだと答えたそうです。続いての6曲目は安藤美姫選手が自己ベストを更新し世界選手権で初優勝した時のこちらの曲です。
はドイツの作曲家メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲ホタンチョウです。浅田真央選手を抑え世界女王となった圧巻の演技とともに印象に残っている方も多いのではないでしょうか。この曲は本田武史選手や村隆仁選手、村上佳菜子選手らも使用しました。この曲はオーケストラの指揮者でもあったメンデルスゾーンがコンサートマスターと言われる楽団のバイオリニストのために書いた曲です。華やかで明るい雰囲気と切なく物悲しい雰囲気を合わせ持つこの名作は非常に人気が高く、三大バイオリン協奏曲の一つに数えられています。7曲目は羽生結弦選手がプロに転向する直前 2021-22 シーズンで使用したこちらの名曲です。この曲はフランスの作曲家サンサーンスの序奏とロンドカプリチオーソです。鈴木明子選手や三原舞選手、小塚崇彦選手らも使用しました。この曲はサンサーンスが名バイオリニストとして知られていたサラサーテのために書いた曲です。サラサーテがスペイン出身ということもあってスペイン風の要素がふんだんに取り入れられています。サンサーンスの曲の中でも特に人気の高い名作です。8曲目は安藤美姫選手が世界選手権、四大陸選手権、全日本選手権、2つのグランプリシリーズ、そしてジャパンオープンの6大会で優勝を飾ったこちらの曲です。この曲はノルウェーの作曲家グリーグのピアノ協奏曲異端調です。2010-11 シーズンの安藤美姫選手はこの曲を使ったフリースケーティングだけで見ると全ての大会で1位を獲得しています。緩急のある演技がダイナミックなこの曲にぴったりでした。他にも佐藤駿選手が3シーズンにわたって使用したり、田村大和選手や織田信成選手らも使用しています。この曲はグリーグが25歳の時に作曲されました。完成の2年後、グリーグはロマン派を代表するピアニストで作曲家のリストにこの楽譜を持っていきました。リストは初見でこの曲を演奏し、これが本当の北欧だと叫んだと言われています。9曲目はこちらの曲です。この曲はロシアの作曲家チャイコフスキーの幻想序曲ロメオとジュリエットです。チャイコフスキー最初の傑作と呼ぶ人も多い初期の名作です。シェイクスピアの戯曲ロミオとジュリエットを題材に作曲され、高橋選手や荒川静香選手が使用したことでも有名になりました。その他にも中庭健介選手、坂本花織選手らが使用しています。前半最後の10曲目は世界中のフィギュアスケーターに人気の高い、もはやフィギュアの定番と言われるこちらの曲です。
この曲はチャイコフスキーの作曲したバレエ音楽白鳥の湖情景です。羽生結弦選手はシニア転向後の最初のシーズンでこの曲をアレンジして使用しました。デビュー戦の NHK 杯で完璧な4回転を見せたり、四大陸選手権でも銀メダルを獲得しました。また高橋大輔選手はこの曲をヒップホップバージョンにアレンジして使用しました。他にも荒川静香選手や須栗文江選手、安藤美姫選手に浅田真央選手、村上佳菜子選手に本郷里香選手、そして町田樹選手と、そうそうたる面々がこの曲を使用しています。そして11曲目は友野一希選手が今シーズン使用しているこちらの曲です。この曲はオーストリアの作曲家ヨハン・シュトラウス2世のオペレッタコウモリ序曲です。オペレッタとはミュージカルの前身にもなった大衆向けの軽やかな歌劇です。ヨハン・シュトラウス2世は当時ヨーロッパ中で大人気の作曲家で、数々のヒット作を作曲していました。その中でもこのコウモリというオペレッタはオペレッタ史上の最高傑作とも言われています。ちなみにこのヨハン・シュトラウス2世はバイオリンを演奏しながら指揮を振るスタイルでも有名な音楽家なのですが、友野選手も演技の冒頭に指揮を振るような演出をされていますね。この曲はフィギュアスケーターにも人気が高く、鈴木明子選手、紀平梨花選手、田中圭司選手らも使用しています。12曲目は世界中のフィギュアスケーターに人気の高いこちらの曲です。この曲はフランスの作曲家ビゼーのオペラカルメン前奏曲です。このカルメンというオペラには有名な曲がたくさん出てきます。多くの選手はこのカルメンの作品の中から複数の曲を組み合わせて使用しています。今紹介した前奏曲はだいたい演技の冒頭に使われることが多いのですが、中盤以降に使用されるこちらの曲もお聴きいただきましょう。この曲は浅田真央選手や安藤美姫選手、須栗文江選手、村上佳菜子選手、本郷里香選手、そして村隆仁選手や田村大和選手ら多数のフィギュアスケーターがカルメンで使用しています。誰がどの曲をどんな順番で使っているかも見どころ聞きどころの一つです。続く13曲目は特に男子選手に人気のあるこちらの曲です。この曲はロシアの作曲家ムソルグスキーのハゲ山の一夜です。織田信成選手や村上大輔選手、坪井達也選手らが使用しました。これは聖ヨハネ祭の前夜にハゲ山に集まった死神や魔物、幽霊たちが宴を開き、夜明けとともに消え去るというロシアの民話を元にした音楽です。ムソルグスキーはこの曲を28歳で完成させましたが、発表することなく亡くなってしまいます。ムソルグスキーは生前なかなか認められなかった作曲家で、未完成の作品や未発表の作品を多く残していました。そんなムソルグスキーの作品を死後世に広めたのが同じロシアの作曲家リムスキー・コルサコフです。彼はムソルグスキーの理解者で友人でした。
リムスキー・コルサコフは世間に受け入れられやすいよう、ムソルグスキーの曲を保湿したり、アレンジしたりして発表しました。そのためこのハゲ山の一夜も、ムソルグスキーの原点版より前に、リムスキー・コルサコフの編曲版の方が世間に広く浸透していたのです。14曲目は特に女子選手に人気の高いこちらの曲です。この曲は先ほどのムソルグスキーの作品を世に広めたリムスキー・コルサコフの作品です。交響組曲シェーラザードです。もともと管弦楽作品として作られたとされていますが、リムスキー・コルサコフの死後、バレエシェーラザードに使われたため、バレエ音楽としても親しまれています。この曲も選手それぞれで選ぶ楽章や順番が違います。今流れている第2楽章は、樋口若葉選手の世界選手権初出場の時に使われました。白岩優奈選手も使用しています。第3楽章は、安藤美姫選手や浅田真央選手らが印象的に使用したことで聞いたことのある方も多いかもしれません。最後の第4楽章は安藤美姫選手が冒頭から使用しました。気に入った方はぜひ全楽章を通して聞いてみてください。15曲目も特に女子選手の人気が高いこちらの曲です。この曲はイタリアの作曲家プッチーニのオペラ蝶々夫人ある晴れた日にです。浅田真央選手はこの曲を伝説のソプラノ歌手マリア・カラスの歌唱で使用しました。この蝶々夫人もたくさんの名曲が詰まったオペラなので、選手によって選ぶ曲や順番が違います。宮原さと子選手は多数の曲を選びピアノアレンジで使用しました。他にも荒川静香選手や安藤美姫選手、本田真凜選手らも蝶々夫人を使用しています。このオペラ蝶々夫人は、日本人の女性が主人公になったオペラなんです。武士の娘の蝶々さんの一途な愛と高潔な武士道精神が描かれています。そのため日本人の女子選手がよく使っているのかもしれませんね。16曲目はトリノオリンピックで荒川静香選手が金メダルを獲得したあの名曲です。こちらもプッチーニの作品です。オペラトゥーランドット誰も寝てはならぬです。イナバウアーとともに覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。荒川静香選手はトリノ以前にも4シーズンにわたってこの曲を使用し、イナバウアーとともに荒川選手の代名詞的な曲になっています。
最も有名な旋律のところの歌詞をご紹介しましょう。イタリアオペラの名作とともに、イタリア・トリノで圧巻の演技を披露した荒川選手。まさに日本時間の夜明けに勝利を手にしたのです。ちなみに荒川選手は歌の入っていない音源を使用していましたが、これはフィギュアスケートのルールによるものでした。2014年のソチオリンピックの後に、それまで禁止されていたボーカル曲の使用が可能になったのです。解禁後初めてのオリンピックが2018年の平昌オリンピックでした。そしてその平昌オリンピックでこの曲を使用し銀メダルを獲得したのが宇野昌磨選手です。その時の歌唱は世界三大テノールの一人と言われるカレーラスの歌唱でした。17曲目は浅田真央選手が使用したことで知られるこちらの名曲です。浅田選手以外にも宮原さと子選手らも使用したこの曲は、ロシアの作曲家ラフマニノフの前奏曲 A 波短調鐘です。ラフマニノフは18歳でモスクワ音楽院ピアノ科を首席卒業、翌年には作曲家も首席卒業し、その年にこの曲を発表しました。この曲は初演から大熱狂に包まれ、その後もさらに人気が高まり大ヒット作になりました。コンサートでこの曲が演奏されないとブーイングが起こるほどだったと言われています。18曲目も同じラフマニノフの作品で、浅田真央選手が使用したこちらの名曲です。この曲はラフマニノフのピアノ協奏曲第2番です。浅田真央選手は優勝候補の重圧を受けて臨んだソチオリンピックで、ショートプログラムのすべてのジャンプで失敗をし、まさかの16位になります。そしてその翌日のフリースケーティングで演じたのがこの曲でした。大勢が見守る中での浅田真央選手の演技は神がかり的な美しさを見せます。そして自己最高得点を叩き出し6位入賞となりました。表彰台こそ逃したものの、浅田真央選手の演技は多くの人の心に残っています。実はこの曲を作曲していたラフマニノフも当時大きな挫折を経験していたのです。
先ほどの前奏曲エーハ誕生鐘を大ヒットさせたおよそ4年半後、満を持して発表した交響曲第1番が記録的な大失敗に終わります。これによってラフマニノフは完全に自信を失い、神経衰弱となり作曲ができなくなってしまいました。しかしラフマニノフはそこから見事回復し、このピアノ協奏曲第2番を作曲、そして初演は大成功となり、作曲家としての名声を獲得したのです。ラフマニノフのこの曲作曲の経緯と浅田真央選手の物語が重なり、多くの人々にとって涙なしには見られない演技となりました。この曲は高橋大輔選手や須栗文江選手、山本草太選手や村隆彦選手、第3楽章は村上大輔選手も使用しています。プログラムのラストによく使われる第1楽章の最後の部分もお聞きいただきましょう。19曲目もまたまたラフマニノフの作曲したこちらの名曲です。こちらはラフマニノフのパガニーニの主題による教師曲第18変奏です。高橋大輔選手や村上大輔選手、羽生結弦選手や荒川静香選手らが使用しました。ラフマニノフはロシア10月革命が勃発した後、祖国ロシアを立ち、それ以降はピアニストとして活動していました。亡くなるまでの約25年の間、ほとんど作曲はしなかったのですが、そんな中でも生まれた数少ない曲の一つが、このパガニーニの主題による教師曲です。ラフマニノフは、なぜ作曲をしないのかと聞かれて、祖国ロシアを思いながらこう答えています。私はもう何年も、ライ麦のささやきも、白樺のざわめきも聞いていないのです。最後の20曲目はフィギュアスケートの番組テーマ曲としても使用されたこちらの曲です。この曲はフランスの作曲家ラヴェルのボレロです。この曲はもともとオーケストラだけの曲ですが、フィギュアスケートの番組のテーマ曲に起用された際にはソプラニスタの岡本智孝さんが歌唱を担当されました。宇野昌磨選手はその岡本さんの歌唱による音源を2021-22シーズンで使用し、北京オリンピックで銅メダルを獲得しました。他にも須栗文江選手らもボレロを使用しています。この曲はバレエダンサーの依頼によって作られた曲で、当時非常にセンセーショナルなものでした。あまりに新しすぎるため、ラヴェル自身それほど人気が出るとは思っていなかったようですが、予想に反して爆発的な大ヒットを記録しました。今もフィギュアスケートだけでなく、様々な場面で使用されています。いかがでしたか？今日の動画を楽しんでいただけたという方はぜひグッドボタンを押してください。また皆さんの印象に残っている曲はぜひコメントで教えてくださいね。この厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口となるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団や演奏家の紹介や有名曲のご紹介などもしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。